ろしくお願いします。どうもレゴラジです。本日はこちらではなく昨日の宿題をやっていこうと思います。昨日の動画、こちらの組み立てレビューにてちょっと気になった部分。この6連回転式シューターなんですが、仕組みを理解しておりませんでした。なぜまっすぐ飛ばないのか？なぜレゴラジ君に当たらないのか？今回は、このあたりを分析してみようと思います。この6連シューターですが、レゴラジ動画では過去3回登場しています。こちらのモンキーキッドのセットにも付いていましたし、ネックスナイツのこのセットにも入ってましたね。発射するとこんな感じです。勢いは申し分ないんですが、まっすぐ飛んでくれないんですよね。もう一つ言うと、弾が小さくて拾うのが大変です。一個ばっか言っちゃいました、わらわら。予備派たくさんあるので問題ないです。これだ、これが当たると飛ぶ仕組みだ。なるほどね。まっすぐ飛ばない理由はこれだったんだ。斜めに弾いて飛ばすからまっすぐ飛ばないんですね。これをまっすぐ飛ばすにはどうしたいんだろう？まっすぐ飛んでるように見えるけど、狙ったとこには飛んでいかない。しかも、6連なので発射位置もバラバラ、2発目以降の修正も難しい。これまっすぐ飛ばすことよりも、的に当てることを考えた方が良さそう。ということで、こんな方法を思いつきました。弾をでかくする作戦です。これならちょっとずれても当たるんじゃないかな？試しに撃ってみましょう。とんでもねえ方向に飛んでいきました、わらわら。この作戦は失敗に終わりました。さて、困りましたね。どうしたらいいのでしょう？もうこうなったら、弾を変更するしかないですね。次はこれでチャレンジしてみます。くっつかねえし。問題ありません。これはレゴです。これでくっつくはず。方法はいくらでもあるのです。レゴなので、これで絶対に的に当たりますね。落ちただけ？わらわら。もうちょっと勢いよく回してみますね。回転して落ちただけ？わらわら。これはこれで面白いですね。3回もやるともう面白くない。次行きましょう。次はこれだ。如意棒を飛ばしてみましょう。これなら多少ずれても当たる、もしくは手前に着弾で転がして当てる。おお、これはいけるぞ、思ったところに飛びましたよ。よし、これで宿題しよう。もし5発外れても、最後の如意棒で倒せるはずです。侵入者発見！侵入者発見！実はレゴラジ君、もうボロボロです。着替えようかな？あれ？ちょっと手前すぎましたね。こうなったら。どうだ、参ったか。これで必ず奴を仕留めてやる？これだけあれば絶対当たるだろう。あ。あ。
難しいんですけど、やっとくっつきました。1本足りないと思ったらブリックヘッズのモンキーキングについてました。6連式回転如意棒シューターの威力見せてあげましょう。微妙、まだまだ改善の余地がありそうですね。ということで、宿題は無事終了。皆さんもぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。